場よりお聞きいただきます。まずはじめに寄せ太鼓。この寄せ太鼓は相撲協会の前身で相撲会所というところで、何か相談事が起きますと親方衆や関取衆を呼び寄せるために打たれた太鼓でございます。またこの太鼓は仏名を清めの太鼓と申しまして、相撲の始まる前の日に土俵を清めるという意味で打たれた太鼓でございます。それでは寄せ太鼓。昔は真夜中の2時か3時頃に打たれ、この太鼓名を朝の打ち込みと申しまして、うちでは天下太平五穀豊穣を祈って打たれたと言われております。かの有名な俳人小林一茶の四択に薄暗き相撲太鼓や隅田川という句はございますが、この句はおそらく一番太鼓の取れる頃の情景を詠んだものと思われます。また昔地方巡業に参りますと、この一番太鼓を合図に下の方のお相撲さんの稽古が始まりましたが、現在は総合使用のため朝の8時から30分間だけ歌えております。それでは一番太鼓。終了しました。皆様ご機嫌ようお帰りください。また明日もおいでをお待ち申しておりますという意味で打たれる太鼓でございまして、一日興行や千秋楽が打たないことになっております。それでは羽太鼓。以上で、中野太鼓の一躍実現を